皆さんおはようございます。シンガーソングランナーの水です。今日は400メートルを10本笑顔で駆け抜けていきたいと思います。そんな今日はですね、私今日ね1分25で、85秒で回さなきゃいけない、ちょっと不安なんですけども、あの方が来てくれました。ハリー杉山さん、お願いします。刻んでいこうぜ、刻んでいこうぜ、力。どうも皆さん、ジョイです。よろしくお願いします。ちょっと待って、ジョイです。ジョイです。ハリー杉山さんですよ。すみません、ごめんなさい。ハリーさん、ちょ、 YouTube みんな今喜んじゃったよね、YouTube。いや、僕本当マジでランチューバーの皆さんめちゃくちゃリスペクトしていて、はい、TKD もタムジョーもね、はい、水くんもみんな結構見させていただいて、なんなら、はい、大先輩の森脇さんが、はい、皆さんとしょっちゅうコラボしてるじゃないですか。そうなんですよ、森脇さん攻めるなと思って森脇さん、本当めっちゃかっこいい走りしてますからね、森脇さん、うん、そりゃそうですよ、ね、だってもうね、オールスター感謝祭の大先輩ですから。そうですよね。そうです、そうです。もう10年ぐらい森脇さん勝てなかったんで。確かに、はい、今グイグイ来てるハリーさん、練習も全然です。今ね、もうランスマのレギュラーでね。すいません、ランスマクラブどうぞよろしくお願いします。 NHKBS1お願いいたします。チェックしてください、はい、ということでですね、今日はハリーさんと一緒に練習お願いします。よろしくお願いします。ハリーさんだって5キロベストどれぐらいでしたっけ。5キロ10分25とかそんくらいですね。めっちゃ早いですよね、うん、いやでも、うん、やっぱね、サブスリーまだできてませんし、いやいや、なんならちゃんとしたフルのチャレンジで人生で1回しかないんですよ。まだそんな感じなんですね。そう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 、怪我でやめて、怪我でやめて、3、4年ぐらいもずっとできてないので。そっか、やっぱ大先輩ですから。フルマラソンは先輩。間違いない、間違いない、間違いない。今日はね、ちょっとがっつり心肺機能を爆上げしていきたいと思いますので。心肺機能爆上げ怖いな。よろしくお願いします。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 走る前はハリー杉山さん入念にね、こういう動き作りしっかりやっております。地味なことやるの好きなんですよ。えらい。あれ見てましたよ、はい、水さんの1000何万回再生されている。あ、これ腹筋、腹筋とかもやったりとか、はい、中殿とか背中とか。えらい、ありがとうございます。家で、いやでもすごい、なんかほんとコツコツちゃんとやるんだよね。ジョグはでもやっぱこれですよ。あ、そうか、そうか、ですよね。アシックスモバブラストはもうほんと神で、これ400いって、ここちょろっとやる感じですか、はい、そうですね、ここちょろっと200メートルずれていきましょう。で、あそこでまた次した後で、みたいな。よし、じゃあお願いします。いや、はい、ということで本日は400m×10本、ハリー杉山さんと一緒に走っていきたいと思います。サッカー好きで有名なハリーさんね、上はサッカーユニフォームということでですね、シューズ以外を見るとサッカー少年と一緒に走ってるような感じしますね。ハリーさんシューズはね30センチということでね、履きたいなーっていうシューズがあっても30センチがなくてっていう時がね結構あるらしいんですよ。はい、私の本日のシューズはサッカニーのエンドルフィンスピードの方ですね。プロではなくスピードを履いております。なるだけね練習でカーボンシューズは履かないようにしております。この日もね薄底と悩んだんですけども、ちょっと1分25秒、85秒に自信がなくて、このシューズ反発力があるタイプのシューズにしてきました。この日はですね結構風がすごくてですね、ここ向かい風なんですね。1本目はラストが向かい風というところで、お尻でお尻でとね走っておりますが、ちょっとねこの日私腰が反っていましたね。85秒で入りました。つなぎは 100m をジョグしていきます。この日ね結構寒かったんで上着を着ていたんですけども、やっぱりね走り出したら暑くなりまして脱いだんですけど、この後ずっと私上をインしてしまっております。お恥ずかしい。はい、2本目行きたいと思います。インしたまま。さあここでちょっとスローモーションでございます。 BSNHK ランスマでサブ3に向けて頑張られているので、ぜひご覧ください。私も楽しみに見てます。私は走る時にラジオを聞くことが多くて、10年ぐらい前かな、本当走り始めた頃にハリー杉山さんのラジオをねよく聞いてたんですよね。ナイスワン、ナイスワンって言って聞いてるとすごいポジティブな気持ちになれるラジオで、
たくさん元気もらいました。そんなハリー杉山さんとね一緒にインターバルをする日が来るなんて夢にも思いませんでしたね。感謝の気持ちと喜びを背中に向けて走っております。現在のハリー杉山さんのラジオ番組は J-WAVE で毎週土曜日朝の6時から8時までね流れてます。皆さんはハリー杉山さんを知ったのはテレビですか、ラジオですか。 TBS の感謝祭もね毎回出走されてますからね。4月またみんなで応援しましょう。さあ3本目も無事に終わりました。この列号聞いてみてくださいよ、めっちゃやる気出てきますよ。ハリー杉山さんの YouTube チャンネルにイギリス英語を教えてくれる動画がたくさん上がってますので概要欄にリンクを貼らせていただきます。さあ4本目ハリー杉山さんを風よけに使わせていただいて走っております。もうすっごい楽でした。自分がね前走るのと全然違いますね。 400m85 秒で10本できたら初めてコンプリートになりますね。いつも88秒とかでやってたんで85秒ペースはね初めてなんですよ。フルマラソンから2週間空けてからは少しずつね練習強度が上がってきておりまして、この前は3分 50×10 本、ベストは2分だったんですけどやれました。それもね人生初でしたね。ドヒャーと思ったんですけどみんなに助けてもらってなんとかねメニューをこなしていっております。体重いよ。重いんだけど不思議なことにこうやって練習するとね軽くなってくるっていう不思議ですよね。体のことはまだまだわからないことがたくさんあります。練習ねしっかりしている分ケアもかなりしっかりやっています。ストレッチとかセルフマッサージとか、まあ、マッサージに行くとかね使った分はケアをする、これ徹底的にやっております。6本目はまた私が引っ張っております。一人だったらねやめてたね。きついんだけどやっぱ一緒に練習するって楽しいんですよね。向かい風、人って何かを共有するのが好きなんですね。向かい風がね、向かい風きつかったねっていうのでまた楽しさ倍増するのよ。一人で向かい風は嫌なんですけど、こう一緒に向かい風だと盛り上げる要因になるみたいな、向かい風きつい頑張ろうみたいなね。そして前を走る任務があるっていうところで気合が入って走りやすくなるっていう、一人では感じられない気持ちですね。インしてても気づきもしないっていうね。さあ7本目に入りました。残り4本、やめたくなってるとこです。いやきついわみたいな、8本でよくない。いやしかし10本っていうメニューをね森田美希コーチからいただいてるのでしっかりと10本やっていきます。そして終わった後は 100m5 本っていうのもね残ってるんだけどね。前回の私のフルマラソンの結果は2時間57分31秒です。あと7分32秒早くなるために、フルマラソンを経験されている方は7分32秒、そんなに簡単に早くならない、皆さんご存知かと思います。しかしながら私は諦めておりません。あと3週間いいイメージを持ってスタートに立つためにいい練習重ねていきたいと思います。ハリー杉山さんに9本目引っ張ってもらっております。ハリーさんスピードがあるんでこのストレートねめちゃくちゃ速くなるんですよね。そこになんとか追いついてってとこで24秒で入りました。あと1本そうしんどいきついだけど楽しいインターバル、走りを楽しむ、それが大事ですよね。みんなが教えてくれました。さあラストの 200m スローにしたら私もうちょっとストライド広めで走れてる気持ちになってたんでちょっとショックを受けまして、股関節ストレッチなどをより入念にやっております。もう いろんな研究されてるんでね、これからがめちゃくちゃ楽しみですね。ラスト 100m
疲労がマックスになってしまって上げれなくなったところ、ハリーさんのこのカモンでね、やる気スイッチ入りまして、ラスト1本は83秒で走ることができました。もうタンクだよ、戦車だよ戦車もうどん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 ありがとうございます。今日この風ですから、この風、痛い、ほんとすごいのよ。でもコンプリートしましたね。コンプリートしました、ありがとうございます。いや、おかげさま、最後もね、最後の最後の一本なのに誰かと思ったら、ゴー上げてって英語っていうか、なんか力入ります。困った時に Come on! Come on! すごい、ちょっとバトンされてるような感じなんでしょ。確かにカンカンって感じ。あとなんかスタートの時も Go! みたいな、なんかLet's go! 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 全然違う、私のレッツゴー3匹みたいな、レッツゴーの全然違う。いやでもこれって何時、85秒ぐらいでしたっけ。85です。83の時も結構ありましたね。85で3分40ちょいぐらいですか。40ちょいですね。マジか、いいペースで走らせてもらいました。いや、もうちょっと頑張らなきゃいけないです、ね。はい、でも大丈夫、今日残り 100m5 本もあるんで。あ、そっか、まだおまけあります。はい、行きましょう。ちょっと休憩、水分とか。まあまあ、鬼だな。鬼です、確かに、確かに入りっぱなしだった今日。心配爆上げで心臓止まらなければいいんです。確かにそうです、ね、あ、本当だぞ。大丈夫、私 AED 大丈夫、使います。あ、なんか免許取りに行ってました、ね。免許も取ってますし、ね、AED の曲まで作ってます。聞いてください。マジちょっと、はい、その動画しっかり見ます。はい、ちょっと見てください。あの、結構頑張って入れたんですけど、全然再生されないんで。任せてください。全力でプロモーションお願いします。いや、本当に AED を一回使っておけば、だいぶこう、なんかの時にあれ、ね、結局、はい、そんな難しくないけれども、はい、やったことがないと、あれじゃないですか、いざという時に、はい、いつそういう時を訪れるか分かんないじゃないですか。自分にとって大切な人がいきなりね、そういうことになってしまったら、はい、そうなんですよ。それでその1秒1秒がその方の命に全て関わってくるから、うん、はい、そうです。だからもうみんなにね、こう、まあ、ランナーなんか特にそういう場に出くわす機会が非常にちょっと多いから、うん、そうですなんか、うん、去年か、はい、あのサッカー のヨーロッパ選手権で、はいはい、エリクソンという選手が倒れて、うん、はい、心肺停止したんですよ。でもそこから、はい、もちろん出身あの選手たち、はい、そしてメディカルの方々がすぐ来て、はい、AED 使って、はい、で、あの復活したんですよね。そう絶対ここ使わないと思うけど、はい、真面目に普通に話したかった。真面目に使います。これ真面目に使います。いやいや、曲も聴いてください。はい、もう本当に大事なんですよ。本当大事なんですよ。まさかのまさかがね、ありますからね。別にそれあのスポーツと関係ないもんね。そうですね。そういうことが起きるかもしれないし、はい、ましてや今なんてすぐ病院に皆さん入院すぐできるような状況じゃないじゃないですか。ね。にしてもスイさんあれっすね、落ちなかったね、全く。これで落ちたら撮影が目指せませんから。なんかあの、僕が引っ張ってた時に、はい、結構近いこの辺りにいました。あ、カピオキにしました。ちょうどいいわーと思って。これなんかね、このね、バックストレートね、えらい近いなと思って。足かぶれないように斜めにいました。そうこの辺りいました。そうめっちゃもう前にいるかいないかで、しかもハリーさん体が大きいから、もう全然風が来なくて。でもこれね、すごい嬉しいことですよ、はい、これであの動画残るじゃないですか、はい、どれほど自分が今前ももで走ってるのか、あれ、あ、マジで、はい、スイさんの動画もしたんだけど、はい、いかにお尻に取れるのか、あと設置がここじゃなくてここなのか、意識しても今日もこれがもう遅い今日これが、そっか、これまた見
フォーアフターで、すみません、1ヶ月後また一緒にやってください。出たビフォーアフター、あの長谷川智子ちゃんみたいなね、ビフォーアフターで、ハリーさんもいや本当ランスラでやってほしいですね。いやいや、わかるわかるわかる、ね、見たい見たい、 NHK でいつかを、あ、三塚召喚して、あ、そうですね、そうですね最後暇だった、 100m ぐらい引っ張ってほしいけどね、うん、三塚くんって真面目なんだね。真面目、なんか全然真面目な印象がなかったけど、結構真面目にちゃんと教えてるんですね本当に遅いから。いやいや、何何おっしゃって、いや本当に 100m っていうかね、 100m スプリント、このシューズやるのが怖い。確かに確かに、ちょっと、まあ、スプリントともうね、もうね、本当怪我しないで、そういうこと。ここですよ、しんど。後ろは走りやすいね。走って10乗るだろ。いきます。きついよ。動画で見れば分かるもんね。早っ。これ終わったらどら焼きはないぞ。ちゃんとダウンジョグも2キロこれから入れます。ダウン、ダウンラジオ。どうした、どうした、しんどい。はい、ということでハリーさん、ハリーさん、お疲れ様でした。ナイスワン、ありがとうございます。ナイスワン、ナイスワン、超ラジオで聞いてた。いや本当10年やって一切流行らないソロ。ナイスワン、ナイスワン、私の中で超流行ったんですけどね。すいません、J ウェーバーはね、みんな分かってるかもしれないですけど、はい、うんうん、いやマジで楽しかった、シーさん、ありがとう、ありがとうございます。やっぱ平日のね、うん、時間帯からね、はい、追い込めて、やっぱスイさんのね、はい、なんていうかな、この鉄壁なバックショットもね、バックショット拝みながら走ってるのがね、嬉しい限りでございますよ。そう言ってもらえて、スイさんサブ映画っすよね。いやもうサブ映画をね、はい、もう目指してます。半端ないって。いやもうね、キロ4楽に走るってどうしたらいいんだろうっていうね。それあの人が教えてくれたんですよ。そうなんです、あの人。キロ4楽に走るのは三塚くんのおかげなんでしょ。そう、三塚くんと、はい、三塚先生、はい、今日何やったんですか。今日はあの練習、軽くジョギングと、はい、ちょっとトレーニングのサポートをしに来ました。基本的に多くの人ってこう前に行きやすいんですけど、ハリーさんの場合は後ろに行ったんですよね。これもそう、そう、そう、そうです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 、で、お尻が使いやすくなります。はい、逆行を添えます。多分今は後ろに行って前に出そうとしてるんで、体の重心の前で設置して前も使いやすくなってるのかなって。なるほど、しっかりまだ見えてるんですけど、すいません、お願いします。ランスマ出張、ランスマに出張ね、ランスマ呼んでください。ランスマ待ってます。ここでいいっすかね。はい、さよなら。